皆さんこんにちは。本日の DKTV はトヨタ86をちょっとなんかやってみようかなーみたいな、はい、ね、秘密兵器を持ってきました。本当に何秘密兵器って見てのお楽しみで何だろうこの人喜んでくれるかなと思ってあそう、ね、持ってきましたんで。何やったの？あの僕からよろしいでしょうか。いいですか？どうぞ。今回すごいです。もうサードさんのスポーツインジェクションを組んでみました。そんなのあるんだ。あります。はい、あそう。誰かつけてる？うちがつけました。でテストしてまだ正式に発売してないんですよ。うん、だから1号車を一つで持ってきましたんで。はい。86でテストしてみましょうか。はい。土田さんにぜひ。どんな感じなの？僕テストした感じでは最高です。最高。何が最高なの？AE86 寄りな感じですね。AE86 寄りな感じ。AE86 が好きな人が喜んでくれます。絶対にこれ。なるほど。はい。はい、音だ。音です。まず音。音だ。まず音。ちょっと見せてよ。いいですか？見せてよ。じゃあちょっと開けますよ。音だね。AE86 好きが喜ぶ。いいですか？どうぞ。開けますよ。はい、どうぞ。いいですか？ほら。おー、4スロー。ほう。どうですかね、これ。かっこいいじゃん。かっこいい。はい、行って。はい、あ、いいぞ。こんなの作ってたんだ。本当はね、今まではサージダンク付きがあったんですよ。はいはい。でそれをもうこれ取っちゃって、うん、もうパンネル仕様に。こっちのかっこいいじゃん。そう、これどうしてもエアフローが付いてるんで、そういうできるんですよ。これエアフローレスにしなきゃいけないんで、だからコンピューターもセットで、うん、もちろんね、変えないとできないんですよ。それがちょっとなかなかうまくいかなくて、今回だからテックさんでモーテックでやってもらったんですよ、うん、そうですね。そしたらもうバッチリ走るようになりました。テックでもうテック。あ、そうですね。偶然。狙ってないです。そうですね。モーテックで。じゃあもう、モーテックとサードの、そうですね。ミックス。ミックスですね。うん。音聞いてみたい。じゃあ、ぜひ。行きますか。音。いいんすか？ほう。かけまーす。ちょっと回しますよ。おお、86。めっちゃいいね。聞き慣れた音が。めっちゃいい。ですか。86だ。そうですよね。86の音だよ。4LG に近い音します。うん、はい。AE86 よりな、そう、よりな86、これはいい。これはもう、はい、もう世界中で売れるこれ。もう見てくればいいんだけど音いい。もうこれが86の音って感じ。確かにね、いい音だな。いい音だ。駆動系に熱を入れよう。サード GR86 が来たぜ。
86だ、86。86がとっても楽しい。負けるけどさ、コーナーじゃ負けないよ GR86 に。直線はやっぱ速いよね。直線じゃ負けるけど、だけどさ、サードの GR86 ってあれポテンザ履いてるからね、 71RS、まあ、ずるいっちゃずるいよね。僕のはミシュランパイロットスポーツ 4S、2年落ちです。2年間使ってます。扱いやすいよねミシュランはね、ほんと扱いやすい。ドライビングテクニックを磨くにはほんとこのパイロットスポーツ 4S いいよね。
めちゃくちゃいい、めっちゃいいわ。もうね、これみんなつけるべき。ちょっと高いんだけど、変なものちょこちょこ買うよりは金貯めてこれにした方が絶対いいって。86だ、本当に。もうね、アクセル踏んでると86、これはいい。タイヤがさ、もうだいぶちょっと厳しそうな感じはしてました。そうそう、あれなんともないもん。いや、それ全然余裕ですよね、まあ、うん、これに多分 MCB またつけたらサードナンバーつけたらもっと良くなります。ああ、そっか、挙動安定すると思います。つけようか、はい、用意しますんで用意しますんで、つけようか、用意しますんで。いや、いいわ、いい。音が気持ちいいですね。音めっちゃ気持ちいい。豆腐と同じ音ですよね。めっちゃ気持ちいいよ、86の音だよ